21世紀へのパラダイムシフトが急務の現代社会あらゆる分野で真のリーダー誕生が待たれているリーダーは常に革新的であること日本アジアそして世界へ展開するビジネスリーダーにその戦略と決断を問うすべての選択にはフィクションに勝るドラマがあるリーダーイノベーション賢者の選択 リーダーイノベーション賢者の選択ナビゲーターの宮川俊二です白石美希です東日本大震災は発生から2ヶ月余り過ぎました復興への動きが急ピッチですしかしこの2ヶ月という時期は被災者の皆さんにとっては心身ともにその健康状態が非常に深刻になって心配な時期です自治体警察自衛隊などさまざまな機関が救援活動を取り組んでおります また皆さんご存知の日本赤十字社も災害救護それから義援金などの取り組みをしています。ちなみに日本赤十字社は国内災害救護地震、洪水、津波など海外の災害救護や難民支援国際活動赤十字病院による医療活動看護師などの教育 献血をはじめとした血液事業青少年赤十字活動などを行っております、はい、えそこで今回は日本赤十字社本社に日本赤十字社社長国際赤十字赤新月社連盟会長近衛忠定さんを訪ねてお話を伺ってきました。それではご覧ください 番組では東日本大震災の復興に努めていらっしゃる企業に、これからも注目をしていきたいと思いますが。今回はこの大震災の救護救援復興活動に。まさにフル回転の日本赤十字社社長、近衛忠輝さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、あの、私。社長というふうに申し上げたんですけど、はい、まあ、いつも日赤日赤って言ってますけども。その長がやっぱり社長になるわけですね。 まあどうしてかと聞かれることがあるんですけどね、はい、あの日頃まあご協力いただいている方まあ年間あの500円お払い頂いくとまあ社員ということにえしてるんですけどもまあ社員の代表だから社長ということになってるんですけどもまあちょっと違和感があるんではないかと思いますけどもね500円で社員にしてくれるのかなんておっしゃる方が家の門のところにねちょっと歴史があるもんですからなかなか変えられないということでございます。はいなるほど えっと社長に就任されたのはいつのことでいらっしゃいますか、えー、2005年になりますけれども、はい、はですからもう、えー、2期ま,まもなく3期ということになりますけれども、はい、でもこの日赤の活動に入られたのは相当長いでですすよねねそうですねあの1964年ちょうど東京オリンピックがあった頃ですけれども、はい、その頃に海外から帰ってきましてしばらくすることがないのでボランティアで。 はい、ちょっと足を突っ込んだのがまあそもそものきっかけなんですけれども、えー、そうすると40年余り,になりまそうしますとずっとこの、うん、えまあ日本が高度成長を遂げる、はい、えそしてこういったボランティアのについての意義がだんだん深まってきた、はあ、そういう時期にずっと見てらした。みんなそのできるだけいい企業に努めて まあそれを目指して頑張ってたと思うんですけどなんかちょっと白けたところがありましてね、はい、それでとりあえずまあ海外に2年ほど行ってまあ見聞を広めようという目的ですけれども、はい、えそれでまあ帰ってきて、まあ、ボランティアになったという、はい、<laughs> まあそこから始まるんですけどね。<laughs> なるほど、まあ、そしてえ社長を今してらっしゃるわけですけれども変革ということで言いますと何かこうキーワード的に言うとどういうことでしょうか そうですねなかなか一言で言いにくいと思いますけれども、はい、まあ時代とともにと申し上げたらいいかも分かりませんけれども赤十字そのものが時代とともに歩んできたということが言えるかと思うんですね。はい、でそもそもはまああの戦時の活動、はい、まあ戦場で傷ついた人たちを助けるというところから始まっているわけですね。はい それで、まあ、あの第二次大戦終わるまでの、まあ、日赤の活動も、まあ、戦場での救護というのが主な活動だったわけです。はい、でそれからまあ日本は憲法第9条の関係もありますけれども、うん、まあ紛争には自ら変わらないということになってきましたから、はい、どうしてもその平時の活動が中心になってくる、まあ、そこで大きな活動の転換もあったと思うんですね、はい、あの小野さんがそもそもこの赤十字活動に携われるようになったきっかけはどういうことだったんですか、はい まあ、たまたま私の,あの誕生日が赤十字を作ったアンリー・デュナンというスイス人ですけども、はい、その人とた同じ誕生日なんですね、はい、まあそんなことで子どもの時からなんとなく赤十字に関心は持ってたんですけれども、はい、まあ大学卒業してからちょっと2年ほどイギリスに留学をしてまして、はい、その間にまあ,あのちょっとジュネーブに遊びに行ったんですね、はい、でその時のまあ日本大使はちょっとあの子どもの時から存じ上げてたもんですから、はい。 まあこちらは貧乏学生ですからどっか屋根裏でも止めてくださいっていう,うお尋ねしたんですね、はい、えそしたら「ああちょうどいいところに来た」と「ええ、俺の羽織袴貸してやるから明日その赤十字の創設100周年記念のパレードがあるから、はい、お前それ着て歩け」って言われたんですね。は<ー>でこれまあ各国の代表がそれぞれナショナルコスチュームを着て国旗を持ってパレードするというそういう式典だったんですけどもは、えー、実は違う人が大使館の若い 職員があることになってたんですね。ええ、で、日赤の歴史の方を見ると、その人の名前がいまだに正式に載ってるんですけども。ええ、実はその人に買収されて、私が歩いたんです。あそういう、まあ、いきがあるんですけども。えー、具体的には、ですから、赤十字と関わったのが、それが最初なんですけども。えー、でも、すぐ、その、日赤ということにはならなかったわけですね。まあ、国際関係をイギリスで勉強してたもんですから。仮、えーまあ、に、ずっと、その紛争のうち。 うん、あるいは当時まあ冷戦の真っ最中ですからまあ共産権にも入りましたけどもまあいろんなそのあんまり当時とてもその観光客の行くようなところじゃないよとこをずっと回ってきましてね紛争もあちこちでありましたし60年代になると特にまあ植民地の独立運動とかまあ戦争とかいうのがあった国内に帰ると今度は全てがそのイデオロギーで右か左かという何か非常にむなしさを感じたんですね、うん。 それでまあ本当の,その平和っていうことを考えるときにやっぱりその中立の立場というのはどうしても避けて通れない、はい、でそうなるとやっぱり赤十字というのは活動の場としては非常に面白いんではないか、うん、まあそんんんんなだんだん興味が湧いてきたんですねからまあ歩いてるうちにだんだんそういうふうにまあ目覚めてきたといいますか、はあ、まあそれでかえってあの日赤の当時の社長さんをちょっと、はい まあ私の親が存じ上げてたもんですから、はい、まあ少しし手伝いてくれととうことにな今回はですねこの東日本大震災未曾有のまあ大きな災害ということですけれどもあの小西社長もすぐ現地に入られたというふうに伺いましたけれども、はい、震災当日は実は和歌山にいましてね、はい、和歌山の関十字病院という大きな病院があるんですけどそこのまあ落成式があったもんですから、はい。 えー、そこに行ってちょうどあの稲村の日という有名な話があるんですけども、はいえー、津波を、あのー、なんか庄屋さんかなんかですけれども、はい、松明たいて、あのー、村人に知らせて、はい、多くの命が助かったという、うん、これがあの和歌山なんですね。はい、でその話を知事さん以下と、まあ、落成式の後ですからそういう方がおられて、はい、話を知るきにぐらぐらっと来ましてね。 でまあ、様子を見ながらいたんですけども、まあ、当日結局飛行機は飛ばなくて帰れなくてそれ、はい、で翌朝帰ってきて、まあ、ここに寄ってみたら、はい、まあ既にも救護班は随分出てましたけども救護、うん、班が出たきり、まあ、現地から全然情報が入らないんですね携、はい、携帯帯もも通通じじなない、はい、それかから防災用の携帯もほとんど通じなかったですね。うん、ですから現地の情報が全く取れない。 これじゃしょうがないからともかく行ってみようということで、はい、発災したのが金曜日の午後ですね、はい。で日曜日にはもう朝が経ちました。まあ、うん、あの現場に立たれて、はい、まあこれまでいろんな紛争地域とかですね、えーえー、ご覧になってると思うんですが、うん、まあそれと比較というとなんですけれども、実際どういうふうに感じられましたですか。まあ地震というのは上から下に潰れるというのはまああ,ある意味単純に今そういうことになりますけれども、えー、ですからまあ。 あの怪我した方亡くなった方、まあ、その場におられるわけですね、はい、壊れたものもそのままそこにあるところが今度は、まあ、最初の地震でどの程度の方が亡くなったか分かりませんけれどもそれが今度は横にそのまま津波で運ばれてしまうわけですね、はい、でさらにその上に、まあえー、火災が起きたところもあるしまあさらにはまあ原発の問題が起きたわけですから、はい、本当の三重苦みたいな話であって。 まあちょっとここれままで見たたととないい大災害だと思いましたやはりこの救護それから救援活動っていうのはまあ即ということだったんですけども、はい、この日本赤十字社としては、えー、どれぐらいの感じでこれまでに623班だったと思います、はい、あの救護班、まあ、2700人ぐらいだったと思いますけれども。えー えまあ交代でで出てるんですね、はい、それでこれは全く皆目その現地の状況は分からないもんですからともかく出られるところから出ろと、うん、ただこれ行ってもその例えば県庁所在地に対策本部がありますけどもそこに行って情報を聞いてもあんまり末端のことは分からないんですね。うん、それでたまたま私どもの,あの石巻というところに病院がありまして。はい これはあの4年前に建て替えたばかりなんですね免震、うん、構造で、はい、それであの津波津波といいますかあの海岸からかなり離れたところにあったもんですから、はい、そこだけがほとんど石巻で無事だったんですね、うん、それで他の病院もほとんどやられてしまいましたからそこがもう救援の拠点になって、はい、ありとあらゆる患者さんを受け付ける、はいえー、そこをまあともかく行ってみようということで行ったんですけども。はい あそこにあの各地からの救護班もどんどん駆けつけてましたし、うん、もうこれは本当あの戦争状態みたいなあの患者さんだけじゃなくてもう避難するとこもありませんから、はい、あれとあられる方があそこに入ってこられる、うん、もうそれを整理するだけでも大変な詐欺だったんですねもちろん寝る場所もありませんからみんな床に寝たりしてましたけれども。はい 通常ですとまあ行政に情報が入りますから、えー、そこが調整してそれで必要なところに必要なチームが行くということになりますけども今回に限っては本当に自分の目であるいは自分の足でニーズを探してできることをもうその場でやるという以外になかったと思うんですね。でその意味ではは初動は非常に早かった